新庄剛志監督が阪神からトレードで移籍した斉藤幸也投手のブルペン投球を視察後、抑えいけますねとコメントをしました。一方その後で飲みくらいの心臓らしいとメンタル面の弱さについても言及をしています。斉藤幸也投手が飲みの心臓と言われてしまう要因となるデータを一つ見つけました。状況別の非 OPS、 つまり状況別にどれぐらい打たれたかという数値ですね。ビハインドの時、いわゆる敗戦処理の時とかが多いんだと思います。こちらが 0.423、 同点の時が 0.650、 そしてリードしている時、例えばセーブがつく場面とか、痺れるような場面とかが多いと思うんですけど、こういった場面では OPS 1.67 と、かなり打たれているというようなデータが出ておりまして、こういったところから斉藤投手少しメンタル弱いんじゃないかとファンも新庄監督も気にしているところですね。斉藤幸也投手の2022年の成績振り返ってみます。1軍では 5.01、 防御率 5.01、 20試合 23.1 イニングで三振27、 1軍でもイニングを上回る三振を奪っています。そしてファームでは 1.56、試合が17試合で17イニング三振20と、1軍でも2軍でも投球回を上回る三振を取っていると、これは素晴らしいと思います。ただ四死球率が1軍でも2軍でも5ほどと、かなり高いですね。一方最速161キロ、160キロ連発していることもありますから、メンタルさえ鍛え直すことができればかなりいいピッチャーになって、日ハムでも抑えとかできるんじゃないかというところですね。新庄監督も、常に笑ってプレーするようにということは言葉を斉藤投手にかけているようなので、新庄監督の、かなりケアもあるそうなので、これから期待したいと思います。以上です。チャンネル登録、グッドボタンお待ちしてます。